立川市をホームとするプロバスケットボール立川ダイスの公式戦で、今日試合前に選手と一緒に入場するエスコートキッズがデビューを果たしました。本日は立川ダイスのホームゲームにご来場いただきまして誠にありがとうございます。 B3 リーグに所属する立川ダイスがホームのアリーナ立川立飛で三重を迎え撃った公式戦、チームとして初となるエスコートキッズがこのカードでデビューを迎えます。バスケットボールが大好きで応募したという国分寺市の小学1年生斉藤修太君もその一人。父親直行さんの影響でバスケットボールを始めました。私も中学からバスケを今もたまにやってますけど、私らの時代はまだプロもないですし、父が果たせなかったプロと同じコートに立つという夢、その夢を息子がもうすぐ叶えます。コートのそばで待機するエスコートキッズ、他の子供はリラックスムードでしたが、修太君は少し緊張した表情で入場を待ちます。身長181センチの阿部選手の大きな手に包まれて、ついに待ちに待ったその瞬間がやってきました。緊張してたと思うんですけど、ちゃんと手振って立派にできたかなと思いますね。ダイスは2点差で惜しくも敗れましたが、修太君と手をつないで入場した阿部選手は7得点4アシストの活躍。先ほどまで一緒にコートに立っていた選手たちが躍動する姿を修太君は瞳を輝かせて見ていました。かっこよかった。将来ダイスに入りたい。